2005年11月11日、スイス連邦大学のジュルネデラサイエンスにて撮影。ジョアオ・マゲージョは、ポルトガルの宇宙物理学者である。インペリアル・カレッジ・ロンドンの理論物理学教授。高速変動理論、VSL 理論の先駆者として知られる。無心論者である。ジョアオ・マゲージョは、リスボン大学で物理学を専攻し、ケンブリッジ大学にて PhD を取得。彼は、 ケンブリッジ大学セントジョンズカレッジ特別研究員、資格を得た。同様の特別研究員としては、ポール・ディラック、アブドゥ・サラームがいる。彼はまた、プリンストン大学、ケンブリッジ大学の教員を務め、現在インペリアルカレッジ、ロンドン教授として、学部生向けの一般相対性理論の講義と、院生向けの高等一般相対性理論の講義を、受け持っている。 1998年、マゲージョは EN、アンドレアス・アルブレヒトとチームを組み、宇宙論における高速変動理論の研究をした。これは、初期宇宙では高速は現在よりも速かったとする理論であり、その速さは現在の高速よりも60桁も上回ると主張するものである。これは、地平線問題 EN、ホライゾンプログレムを説明するものであり、 インフレーション理論に変わるものとされている。ありがとうございます。